終わり至福の時間例えるのならマジでエンジョイ不意の隠し平和壊した追試の知らせ地獄だ友達とも笑い話にいるわけいいよそんなバカでも本当は胸の奥では叫んでたんだ自分がそうでした駐車場で見る月に目のこと会社の名前下にある適当なことを